本日は立山黒部アルペンルートにお越しいただきまして誠にありがとうございます。1時35分発扇沢行きです。約15分で到着の予定です。出発までしばらくお待ちください。ドア閉まります。皆様、黒部ダム観光をお楽しみいただけましたでしょうか。ご乗車いただいているこの完全トンネルトロニーバスは、ここ黒部ダムから 5.4km の完全トンネルを抜けて扇沢駅までの区間をおよそ16分で結んでいます。このトロニーバスは現在日本で唯一立山黒部アルペンルートでのみ運行されている乗り物です。中部山岳国立公園内の貴重な自然環境を保護するために排気ガスを出さないクリーンエネルギーで走行可能なトロリーバスが活躍することになりました。電気で走るため静かで振動も少ないのが特徴です。美しい景観と迫力の観光放水など見どころいっぱいの黒部ダムですが、ここで黒部ダムについてもう少し詳しく説明いたします。国内最大の規模を誇る黒部ダム、高さは186メートル、堰堤は全長492メートルあり、ダムの総貯水量はおよそ2億立方メートルにもなります。これは東京ドーム160杯分に匹敵する量となります。その豊かに蓄えられた水が水面を上げながらものすごい勢いで放水される様は圧巻です。この放水の量はなんと最小10トン以上にもなります。観光放水は毎年6月26日から10月15日までの期間中ご覧いただけます。天気のいい日は放水にかかるきれいな虹を見ることもできます。黒部ダムの観光期間は毎年4月中旬から11月30日までとなっており、季節によって表情を変える黒部ダムの美しい景観をお楽しみいただけます。春の黒部ダムは4月中旬でも日中の平均気温は10度前後と肌寒く、まだ所々に残雪が見られ、湖面には氷も残っています。新緑がまばゆく砂すらしい景観の黒部ダム、真夏でもとても涼しく日常の暑さを忘れることができます。爽やかな風を感じながらの湖上クルーズや湖畔トレッキングは黒部ダムならではの体験です。秋、紅葉の時期は早く、室堂付近は9月中旬から木々が黄色や赤に色づき始め、黒部ダムまで紅葉が降りてくる三段紅葉が有名です。黒部の大自然が織りなす見事な景観はまさに息を呑む美しさです。長野県から黒部ダム、黒部ケーブルカーや立山ロープウェイに乗って日帰りでも楽しめる素晴らしい秋の景観はおすすめです。冬の黒部ダムは一般の方は立ち入ることができません。電線やレストハウスの周囲にも雪が積もり、建物は雪に埋まってしまいます。湖面が凍り、周囲は降り積もる雪に覆われ、一面の銀世界となります。冬の間も黒部ダムの保全のため設備のメンテナンスや雪かきなど極寒の中での作業は続きます。また現在通過中の関電トンネル内では冬の間も河川のメンテナンスが行われており、
春のトロリーバス営業開始に向けて、お客様に安全にご乗車いただけるよう作業が続けられています。こうして皆様にご乗車いただいているトロリーバスも、冬の間は地元の整備工場に運ばれ、定期的なメンテナンスを受けています。トロリーバスの整備工場では、営業期間中は制服を着てお客様のご案内をしている駅員や、トロリーバスの運転手も作業着に着替え、みんなでメンテナンスを行っています。こうして冬の間も一台一台細かく点検整備を行い、春にお客様をお迎えできるよう万全の準備をしているのです。
木沢駅に到着します。大木沢駅の売店には広部ダムオリジナルのお土産や地元長野県大町市の名産品などを取り揃えておりますので、ぜひお立ち寄りください。大木沢駅からは信濃大町駅に向かう路線バス停の乗り継ぎができます。また富山方面へのマイカー改装サービスなどもございます。それでは大木沢周辺の施設をご案内しましょう。大木沢駅から最も近く、車で15分足らずという便利な立地にあるのが黒四ロイヤルホテル。都会の雑踏から離れ、豊かな緑に囲まれた大自然の中、新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んで心身ともにリフレッシュ。雄大な黒部ダム観光を満喫するために、ゆったりのんびり、ちょっと贅沢に時間を使ってみませんか。鹿島槍ヶ岳や爺ヶ岳の雪解け水が流れる清流鹿島川のほとりにある大町温泉郷は、黒部ダムに通じるアルペンライン沿いにある温泉地です。Thank you.